ただ中小企業ならではのこのクイックに動けるっていうようなところ、本当はもっと違ったやり方、ちょっと違ったやり方があってね、いろんな会社さんがそれができると思ってますけど。株式会社白旗の横井社長にお話をお伺いしています。マスクを作る時の、まあ、どういうふうに作るのかっていうのね、会社の創業の時の話でちょっとしていただきましたけど、はい、なんか超音波でっていうふうにおっしゃいましたけど、超音波で作るっていう意味が今一つよく分からなかったんですが、そこを聞き流しちゃったんですけど、ちょっと教えてください。これを超音波で作るってどういうことなんでしょうか。まあ、マスク自体こういうふうにプリーツかかっておられてれるじゃないですか、はいはい、でそれをその何かで止めないと戻ってくるわけですよ、はい、でそれを止める、加工成形する方法で熱で止めてるってことです。熱で止めてるんですね。で素材が熱で止まる素材も使ってるんで、いわゆる石油由来の、はい、ですので石油由来のなんかものをライターとかで火でなんか降ってると溶けるじゃないですか、はいはいはい、あんな感じです。それをもう瞬間的に、まあ高い熱を加えて、でそれを超音波を使ってるということです。そういうのはそのマスク業界がそんなにたくさんあるとは思えないんですけど、そういうものを作る機会っていうのはそもそもあるんですか。基本的にはないんですが、ただね、中国の方で汎用の機械っていうのは売ってます。へえ。ですんでそういったものを買って作ってるっていう人がほとんどなので、まあ、実は不織布マスク、まあ、たくさんね、いろんな会社のいろんな商品が売られてますけど、基本的にはみんな一緒なんですよ。じゃあ白旗さんところは違うってことですか。そうですね、我々はそういった機械も使いますが、ちょっと変わった差別化されたよってものは、もう機械設備はもう全てオリジナルなんです。機械まで作っちゃうってことですか。まあ、自分では作れないんですよね、ただ設計を一緒にして作る、まあ、そうです。いわゆるプロダクトアウト的なやり方は我々はしなくて、もうマーケットインしていくであろうっていう商品を一生懸命考えるわけです、ということは分かりやすく言うと、これ作りたいなと思ってこれがね、図面にできたと、はい、だそれを作るためにどうしたらいいんやっていうようなこと、最適な方法はっていうのを考えて機械のことからも考えちゃうってことですね。そうです。だから普通、まあ、何が普通か分かんないですよ、はい、マスク業界は普通は、この機械があるからそれでできる、まあ、商品はこれ、もしくはちょっとした改造ぐらいだったらこれぐらいまではできるかなって、やっぱり設備ありきで考えていくのがまあ普通なんですよ、一般的。ただ我々は、それを否定するわけじゃないんですけど、やっぱり、まあ、飛び越えるようなね、差別化された大満足を感じてもらえる商品っていうのはやっぱり生まれないっていうことは自覚してるんで、まあデスク上でですね、もう工作するわけです、もう本当に。でできたと思ったら、じゃあどうしよう、これどうやって作ろうって考えるんですよね。で結果その既存で持ってる設備でできるわけなくてですね、まあでもそれでいいんです。でそうするとすごく困るんですけど、それをなんとか機械を作ってくれる、まあ、頼れる仲間がいると、まあ、一人でやってるわけじゃないんでね、まあ、そういうことをもうみんなで、まあ、面白みがありますよ。もう変わったことを常にやりますから、企画もそうで設備もそう、もちろん作る工程もそう、もうみんなすごくユニークな感じです。それはアイデアを例えば社長が出して、こうしようっていうのか、それともやっぱりその従業員の皆さんからアイデアが出てきてこうしようって、どちら先行するんですか。両方あります、はい。まあ、ただ現状では私がなんかこういうの作りたい、のやりたいっていうのが多いですね。で仮にでもね、それは私が全部やるわけじゃなくて、例えば今のマスクもできるわけですよ、その当時5年6年前に。でこの形になるまで相当社員のみんながブラッシュアップして、ものすごくいいものに変わってるんですよね。ですので、まあ私がやってるというよりはやっぱりみんなでやってるっていう感じですかね。いわゆる我々が言うところの、まあ、
バックキャスティングっていうか、はい、要するにこれを作りたいためにはどういうふうにしてね、やっていくとここに行き着くのかっていうところの過程の中に、じゃあこれを作るための機会をこうした方がいいっていうこともあれば、従業員の皆さんからいやこれはこうした方がいいっていうアイデアも募ってやっているっていうことなんですね。そういうことです。これはやっぱり中小企業ならではっていうことなんでしょうか。それはそう思います。やっぱり大企業、大きな組織っていうのはやっぱりそれだけ大きなその需要も抱えてますから、それでバランスが合ってると思うんですよ、供給とね、需要の。ただ中小企業ならではのそのクイックに動けるっていうようなところ、あと実際世の中を動かしてるのは私は中小企業だっていうふうに思ってますし、そういう実態ですよ。でその中小企業は基本的には決まった仕事をやってるっていう会社が多いと思ってます。でそれはいいんですよ。ただそればっかりやってると固定概念が固まってしまってですね、本当はもっと違ったやり方、ちょっと違ったやり方があってね、それが大きななんかその差別化を生んでね、その技術のまあイノベーションだったら起こったりするわけですけど、でそういったものをもっともっとね、いろんな業界、いろんな産業、いろんな会社さんがそれができると思ってますけど、なかなかそれがやれる会社がないっていうのも実態だと思います。ただそれをやろうとね、そのなんていうんですか、発想を柔らかくというか、でやっぱり社員巻き込めばですね、いろんな意見出るんですよね。